はい、こんにちは。では投稿で、まあ、やや古い問題を紹介いたします。F カッコ X が X 以上プラス 2X プラス A という、まあ、二次式で、で、まあ、それの二次方程式が相異なる二次根を持っているということで、まあ、とりあえずもう判別式は正ですねということで、4分の D イコール 1-A が正と。なので、まあ、A はこっちから1よりちっちゃい。で、じゃあ、まあ、その相異なる二次根を α、β とするならば、α、β とするならば、まあ、解と係数の関係で α プラス β が、マイナス2。で、α、β が A で、まあ、相異なるんで、α と β 違いますよと。α と β は違うよと。で、じゃあ次に、F カッコ X イコール0。まあ、要するに4次方程式ですね。二次式をまた二乗したの4次方程式が10回ガンマを持つと。じゃあ、F カッコ X を、まあ、じゃあ、ラージ X でもしたら、この4次方程式っていうのは、まあ、X、ラージ X の二次方程式で、X2 乗プラス 2X プラス A イコール0と。で、これはまあ当然、この方程式とこの方程式の文字がでかくなっただけなんで、これはもう当然、ラージ X なんで、A も1より小さいっていう条件なんで、で、同じ式だから、α、β っていう2つの解を持つと。ということで、じゃあ、ラージ X 元に戻すと、X2 乗プラス 2X プラス A イコール α だから、じゃあ、マイナス α イコール0と。で、同じく X2 乗プラス 2X プラス A マイナス β イコール0と。で、そこで、これが、この4次方程式が、ガンマっていう重解を持つって言うんですが、こっちの二次方程式にガンマっていう解があって、こっちの二次方程式にもガンマっていう解があれば、それを一応重解にはなる。ということで、じゃあそれがあり得るのかっていうと、この二次方程式の一つの解がガンマなんで、まあ、代入してガンマ二乗プラス2ガンマプラス A 引くアルファが0。で、こっちの二次方程式の解もガンマだとするならば、まあ、全く同じ。で、ここだけこうなって、ってなると、これ、全部引き出すと消えて、α イコール β っていうことになっちゃうと。だとこっちにもガンマ、こっちにもガンマっていう解があると。そしてこれ、α と β 違うっていうのに反するんで、じゃあ、一個ずつにガンマがあることはないってことは、片っぽに重解ガンマがあるんで、これはまあ別に α、β どっちも入れ替えても同じ話なんで、じゃあ α、こっちの方にガンマっていう重解があるとするならば、x 乗プラス 2x プラス a 引く α が、x マイナスガンマの2乗ということが言えると。おそらくこれ展開すると x2 乗マイナス2ガンマ x プラスガンマの2乗なんで、係数比較して、ガンマはもうマイナス1とすぐ分かっちゃうと。で、a 引く α がガンマの2乗はすなわち1と。じゃあ、あとはもうこれとこれとこれとで、まあ、a の値も出るかなと。じゃあこれ、α イコールにすると、こっち来るから、a 引く1。で、これと見比べて、α が a 引く1なんで、a 引く1、足す β がマイナス2。なんで、β は、マイナス a、マイナス1。ってことが、で、あとこれ、α、β が a。α が a 引く1。で、β は、マイナスで a 足す1。が A ですよ。ということは、マイナス A 次乗プラス1が A なんで、移行すると A 次乗プラス A マイナス1イコール0と。じゃあ、あとはこれ解いて、まあ、これはもう解の公式ですね。2A 分のマイナス1プラスマイナスルート1足す4だから5と。ということで、A は2分のマイナス1プラスマイナスルート5で、ガンマはマイナス1というふうに出ましたと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。